この巣場。私のパンツ覗いておいて、なんでそっちが悲鳴あげるの？あなたは見知らぬ異性に突然パンツを見せつけられたら悲鳴をあげないというのですか？年頃の娘さんがそれはどうかと。そんな状況にあったら叫ぶわよ。なんでギルドの入り口で寝ているんだ。私は床で瞑想をしていただけです。そこに突然パンツを見せつけてきたのはあなたでしょう。当たり前です。私のパンツがはしたない真似をしてごめんなさいと謝りなさい、エリカ。言わされようとしている。そうよ、なんで私が謝らなきゃいけないの。パンツ見たそっちが謝りなさいよ。なんと、なるほど、これがつつもたせ。私は確かに美人だけどつつもたせじゃないわよ。やれやれ、仕方ありませんね。ではこれでお相手という。ことで、なんでいきなりパーツ見せつけられなきゃいけないのよ。先ほどあなたがやったことですよ。もう帰ろう。この人は関わってはいけない人だ。おい、ギルドの入り口で一体何を騒いでるんだ。
こちらの方に突然パンツを見せつけられた上に責任を取れと迫られまして。エリカ、お前。違うから、私そんなバカなことしたりしないもん。そうだよな、仮にも踊り子がそんなことするわけが。踊り子なんてパンチ見せてなんぼの商売でしょうね。謝れ、すべての踊り子に謝れ。それとパンツ見た責任取りなさいよ。一瞬おっさんに同意しかけたことは黙っておこう。まったく、責任取れだの謝れだの仕方ありませんね。ほら、これでいいですか。私は謝れと言ったのに、なぜパンツを見せつけるんだ。知らない人だよ。カーッ！あなたたちが謝罪を要求したのでしょう。だから私はお詫びとしてパンツを見せたのです。言ってみれば等価交換。私もパンツを見せてあげたのでお愛子ですな。乙女のパンツとおじさんのパンツを一緒にするな。エリカ、ギルドでパンツパンツと叫ぶものではないぞ。お前も叫んでるぞと突っ込みたいが、もうちょっとこのまま叫ばせておこう。仕方ありませんね。ではここの食事をおごりますので、それでよしとしませんか。お、意外だな。もうちょっとわがまま言うかと思ったんだけど。
実はここの冒険者たちと賭けをしまして、この二人のおかげでタダ飯が食べられるのですよ。私たち二人のおかげで、それは一体どういう賭けなんだ？ええ、実は…次にギルドに入ってきた女性冒険者に卑猥な言葉を叫ばせてみせるという。この巣場